JR 札幌駅から徒歩3分、ビジネス街に直結したクリニック。私たち札幌駅前内科内視鏡クリニックは、大腸カメラや胃カメラを使った診療を軸に、消化器疾患や生活習慣病などを主に見ている内科・消化器内科です。街中で働く人たちが昼休みや会社帰りに受診しやすいよう、お昼は1時過ぎ、夜は7時過ぎまで診療受付しています。例えば大腸のカメラだったら、事前に1回診察に来なきゃいけないんですよね。薬渡さなきゃいけないので。でも帰りに寄っていけるんだよっていう風になれば、患者さんの利便性が高まって、まあ、再診率なり受診率が高まるって患者さんにとっていいんじゃないかなっていうふうに思います。大腸カメラをする主たる理由は、大腸がんを見つけるというのが一番の目的なんですけれども、がんの中でも治療さえ早期に開始できれば根治を望める珍しいがんなので、そのために大腸カメラをこう受けてほしいという思いがありますね。カメラを使った検査は1日がかりとなります。患者さんが仕事のお休みの日に検査を受けられるよう、土日も診療を行い、受診しやすい環境づくりを目指しています。また多くの人に安心して検査を受けてもらうには、検査の際の苦痛緩和が重要と考え、カメラ操作の技術向上にも力を入れています。従来は痛くて辛い検査っていう印象が、まあ、患者さんもお医者さんも皆さん持っているところなんですけど、医者側のこう技術向上、この10年ぐらいでかなり進んでいて、テクニック的に痛くなくする工夫をたくさんしています。大腸カメラを受けてもいいよって思うような患者さんがどんどん増えるんじゃないかと思って、それがまた大腸がんで犠牲になる患者さんがかなり減るというふうに期待して日々診療しています。受診しやすい立地と診療時間、そして技術向上による苦しい怖いといった従来のイメージの払拭、院長をはじめ看護師スタッフが一丸となって患者の負担を軽くすることが、大腸がんの早期発見根治につながるとの思いで診療に当たっています。土日や昼休みなど皆さんが受診しやすい時間帯で診療しています。ぜひ機会を作って大腸のチェックをしてみてはいかがでしょう。